田文次郎背番号27番中村翔太です。背番号8番山内です。はい、今回の動画は日本リーグ第2節の岡崎健人とチャットマンの奪三振集の動画になります。どうやった2節、あの2人キレッキレでしたね。もうえぐい、止まらなかったっすね。止まらなかった、止まらんかったどこまで行くって、行っちゃってるってなってた。すいません、行っちゃってませんよ。行っちゃってない。一節、まあ、ちょっとね、チャップマンも来て最初やったから、まあ、ちょっと荒れてたけど、二節は、まあ、まとまってた。まとまってましたね、一節に比べて。最後、覚えとる？チャップマンのサインミスで。ああ、俺が食らったの。もう、内もも山内さん直撃。岡崎健人はどうやった？キレッキレでしたね、普通に。安定に、まあ、無駄な失点はあんまりなかったかな。なかったっすね。そうですね。ね、2人とも打たれた場面はあったけど、まあ打線の援護もあったし、ずっとテンポよく投げれてたのではないでしょうか。そうですね。ではちょっと見てみますか。はい、見ていきましょう。はい、どうぞ。どうぞ。
ます。一番印象に残ったピッチングあった？でもエコ戦のチャップマンもう最後らへんか、うん、めっちゃ三振取ってたイメージあったっすね。もうキレッキレで。チェンジの三振がすごかったかな。まあ、チャップマン、チェンジアップもすごいからね。次の試合は、おそらくクラブ選手権。クラブ選手権。まあ、クラブ選手権は、チャップマン来ないんで、岡崎健人一人で、一人で、おそらく最後まで投げ切るのではないでしょうか。5試合、一人で、3日間。打線の援護必要ですよ。大事ですね、これは。打てる？打てるっすよ。打てる？チャンス。じゃあ、クラブまでまた練習していきましょう。はい、頑張ります。それでは、バイバイ。バイバーイ。